1992年1月27日夜、宮城県亘理町長瀞小橋に住む定時制高校1年の白沢明子さんが行方不明になりました。行方不明後、最寄り駅の亘理駅から南に20キロ離れた場所で自転車が、さらに1年3ヶ月後には北西に40キロ離れた山の中で明子さんの遺体が発見されました。事件の日、彼女に何があったのでしょうか。明子さんは普段長瀞小橋にある自宅から自転車に乗って最寄りの亘理駅まで移動し、そこから電車に乗って学校最寄りの岩沼駅で下車しています。通っていた高校は定時制高校であるため、昼間は岩沼市内のスーパーで働き、その後学校へ通っていました。1992年1月27日午後9時20分過ぎ、下校。岩沼駅に着いてからは待合室でクラスメートとしばらく談笑をします。その後一人でホームに行き、電車を待っていたのが最後の目撃情報となりました。明子さんは失踪当時、黒いジャンパーにジーンズ姿で茶色の靴を履き、茶色のショルダーバッグを持っていました。28日未明、明子さんが帰ってこないことを心配した家族が警察に捜索願いを提出。前述した通り、明子さんは自宅から最寄りの亘理駅までは自転車で通っており、この自転車が28日に亘理駅から南に約20キロのところにある丸森町の峠で発見されました。明子さんの行方がわからなくなってから1年3ヶ月が経過した1993年4月27日、亘理駅から北西に約40キロ離れた場所にある山の中の沢で明子さんの遺体が発見されました。遺体を発見したのは山菜採りのため山に入ったグループ。遺体はすでに白骨化していましたが、近くの落ち葉などから血痕が採取されたほか、明子さんの首に紐が巻きつけられていたため、警察は殺人・死体遺棄事件と断定しました。この紐はジャージズボンの両脇を補強するための特殊なものですが、これ自体が凶器かどうかは分かっておらず、死因の特定もできていません。犯人が事件後に自転車を移動させていることから、明子さんは亘理駅から自転車で自宅まで戻る途中で事件に巻き込まれ、自転車ごと連れ去られた可能性が高いと考えられています。この事件でまず気になる点は、明子さんが車に乗せられた犯行場所。誰にも見られず、誰にも声を聞かれず、自転車ごと乗せて連れ去るのは一見困難に思えます。そして首に巻きつけられていた紐の謎。この紐は凶器なのか、それとも犯人の偽装なのか。まず最初に犯行現場と凶器について考察し、そこで得られた情報から犯人像に結びつけていきます。明子さんは亘理駅から自宅への帰る道のりで事件に巻き込まれたと考えられますが、その道のりの中でどの場所が明子さんを連れ去った場所なのでしょうか。明子さんが通ったであろう道のりを予測し、犯人にとって都合のいい場所をピックアップします。 Google マップを参照すると、亘理駅から長瀞小橋までの最短ルートは画像の赤いラインになります。他にもいくつかルートがありますが、わざわざ橋を2つ渡ることになるため、通常は選択しないルートだと考えられます。この赤いラインが明子さんが自転車で通ったルートだとすれば、この道のりのどこで明子さんは連れ去られたのか。自転車ごと連れ去ったとすれば、かなり大掛かりな犯行ですが、目撃情報や不審な物音、悲鳴を聞いたという情報はありません。電車の沿線沿いはもちろん、ルート上にはそれなりに家屋が立ち並んでいますが、一箇所人通りの少ない場所があります。この青で塗りつぶした箇所は田んぼと川に挟まれていて、たとえ大声を上げたとしても誰も気づきそうにありません。目撃情報や物音、悲鳴を聞いた情報がないことからも、この場所が最も連れ去り現場の可能性が高いのではないでしょうか。
被害者の首に巻かれていた特殊な紐、これが凶器かは定かではありませんが、あえて偽装のために置いたとも限りません。凶器を偽装したのなら遺体は見つかっても良いということなので、自転車と遺体をあえて別々の方角に遺棄する必要はないように思います。また遺体の骨に傷があったなどの情報はないため、ナイフなど刃物を脅しとして使っていたとしても、その傷が致命傷になった可能性は低いと思います。以上のことから、今回はこの紐が偽装ではなく実際に使われた凶器の前提で犯人像に迫っていきます。この特殊な紐についてですが、可能性としてバイアステープという生地に伸縮性を持たせるために使うテープが考えられます。なお、これがもし他のものだとしても考察に影響はありません。このテープが凶器だったとして、犯人があらかじめ持っていたのか、それとも犯行時に履いていたジャージから取って凶器として使ったのか、この点がポイントになりますが、犯人が被害者を前にしてわざわざ後者のような行動をとっていれば、その間に抵抗されたり逃げられるかもしれません。やはりこのテープはあらかじめ犯人が持っていたものだと思います。このバイアステープ、ジャージを補強する何か、このようなものは普段持ち歩くものではないですし、あえて凶器として用意するものでもないと思います。しかし犯人が服を作る仕事をしていれば、車の中にあったとしても不思議ではありません。言い換えれば、服関係の人物以外でこれを所持している可能性は低いと言えます。服関連で調べてみたところ、画像で記した場所、渡り駅のすぐ近くに縫製工場がありました。偶然にも工場の場所は明子さんが自転車で通るルート上、人気がない道路の一直線上でもあります。もしこの縫製工場に犯人が勤めていたとすれば、普段からこの人気のない道を通っている、かつバイアステープを所持している人物、この2つの可能性に当てはまっています。また渡り駅の西側には県道6号、東側には時は自動車道があるため、犯人が遠方から来ていて偶然この場所を通ったということは考えにくいと思います。個人的な見解ですが、犯人は地元の人間、画像で青く記した人気がない場所を通って、さらに東方向、海のそばに住む人物だと思います。近くに海があるにもかかわらず、あえて山に遺棄していることからも、犯人は海のそばに住んでいる、そう考えられるのではないでしょうか。最後に、前回の収益の動画について少し触れさせてください。収益を公開して大丈夫なの？こういう心配をしてくださるコメントは嬉しいですが、重大な利用規約違反です、バンされます、その他悪口など、知ったかを通り越して脅しとも取れるコメントもありました。実害がなければ特に何か厳しい対処をするつもりはありませんが、あくまで実害がなければです。このようなコメントに対しても、優しいアイエバさんなので親切丁寧に返信しています。よかったらそちらの動画もコメント含めてご覧ください。なぜ公開しても OK なのか、はっきり知らない方も多いと思うので、ここでも改めて説明させてください。確かに情報公開の規約はあります。そこだけを読んだらアウトな感じしかしません。しかしその規約を最後まで読めば、正確に数字を提示するなら OK というふうに書かれています。最後まで見ないと本質はわからないということで、私の動画も最後までぜひお付き合いいただければと思います。今回の事件とは関係のない話でしたが、なぜ OK なのかの説明も大切だと思い、あえてお話しさせていただきました。この動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントの3点もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。